お疲れ様です。めちゃめちゃ福岡天気いいですよ。びっくりするぐらい天気ですね。なんか夏が来たっていう感じですね。ただまた天気悪くなってするんでしょうね。梅雨ですからね。それでですね、今日ですね、21時、9時からですね、ライブ配信させていただきますので、お時間のある方はぜひご参加いただければと思います。なかなかですね、コメントを書くっていうのが、まあ、ライブ中にですよ。これ勇気いりますよね。私も他のライブ参加してるんですけど、なかなかコメント書く気にはなれないんですよ。でもですね、一度書いたら、まあ、他の人とも交流できますし、まあ、できればですね、今までコメントしたことないっていう方、ぜひ積極的にコメントしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日よろしくお願いします。あと、マッチングアプリですね。マッチングアプリ、大会しましたね。もう、大会しました。で、私がやってたのがですね、お見合いですね。お見合い。めちゃめちゃ登録人数が多いところですよね。あそこでちょっとやってたんですよ、実は。で、やっててもですね、やはり、まあ、うまくはいきませんよね。で、うまくいかないし、で、実際お一人とうまくいってましたけれども、やはり今日の昼の段階で返信が来ないんですよね。その日程調整しても。だからもうスパッと諦めて、まあ大会することにしましたね。だらだらやっても仕方ないですからね。で、次に行きます。次。もうすでに登録してるんですけどね。それで、お見合いっていいなと思ったのが、これやっぱり皆さん、マッチングアプリお見合いおすすめですね。で、大会しましたら、まあ、大会のメールが来るじゃないですか。で、そこの下にですね、インタビューっていうのがあったんですよ。ズームを通して、大会者が、こう、その、お見合いの運営者と話ができるって、まあ、これ、選ばれないとダメなんですけど、その話ができる機会があって、その謝礼がですね、15,000円って書いてあったんですよ。これ、15,000円分で現金じゃないんですけれども、アマゾンギフトなんですよね。アマゾンギフト券で15,000円でかいなと思って、私まあ申し込もうと思ったんですよね。期限が6月15日って書いてましたから。で、ただですね、6月15日が期限って書いてるのに、その、希望面接日っていうかインタビュー日がザーッと並んでるんですよ。で、最後が6月4日9時。要は明日の朝9時が最終になってたんですよ。で、6月15日締め切りなんで、なんで6月4日しかないんだよと思ったんですけど、まあだから明日っていうのは今から申し込んでも、今日、あれですよね。マッチングアプリの運営されてる方々もお休みですよね。だからもうすでに決まってるだろうと思って、まあ申し込むのはやめました。これからですね、お見合いに申し込んで、で、1、2ヶ月やって大会する人は、今度大会したメールの下にインタビューっていうのがあるので、あれ申し込んでみたら面白いと思いますよ。15,000円謝礼もらえますしね、選ばれたら。まあなかなか選ばれないとは思うんですけど、もう仮に選ばれたら美味しいですよね。2時間ぐらいらしいです。2時間ぐらいインタビューを受けて、それで15,000円っていうことですから、まあ私だったらやりますね。まあ今回は明日しかなかったので、まあちょっとやらなかったんですけどね。それでですね、やっぱりお見合いいいなと思うのが、そういうインタビューですね。特に大会者に対しての。大会者に対して、この、まあ、ズームで直接顔、面と、ね、面と向かってやり取りをするっていうことは、その大会した理由を、その、本当の大会の理由っていうのが聞けるじゃないですか。大会するときって結構いろいろ選ぶんですよ。他のサイトに行くとか、マッチしなかったとか、そういうの選ぶんですけれども、実際それ適当に選んでますよね。皆さん、私も適当に選んで、その大会してるんですけれども、大会するためにはそこ選ばないと次行けないんですよ。だからまあ適当に押すんですけど、実際これズームでですね、大会者の意見をきちっと聞いてる会社っていうのは、やっぱりめちゃめちゃいいと思いますよ。どん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 これ改良されていきますからね。で、私が仮に、そのインタビューを受ける対象となったとしたら、やっぱりですね、その桜のことを言おうと思ってんですよ。明らかに桜しか来ないし、その、
まあ私みたいな条件の人間にはですよ、桜しか来ないので、その桜対策っていうのをもうちょっと強化した方がいいんじゃないかなっていうふうには思ってますね。あとコメントいただいた方で、実は私もこれちょっと、バイト探してる時に、そのコメントいただいた方の内容のバイトがあったんですよ。っていうのも、そのマッチングアプリで、その、来た人のメール返信するバイト。見つけちゃったんですよね。私も。だからあれと思ってたんですけど、私はそれ大手じゃないと思ったんですよ。ただそのコメントいただいた方は、大手でバイトしてたっていうことなので、いや、ちょっとびっくりしましたね。大手っていうことは、それこそお見合いだとか、ペアーズだとか、ウィズ、あとマッチだとか、ユーブライト、そういうの、ゼクシーとか、ありますよね。そういうところのバイトをしてたっていうことは、やっぱりマッチングアプリの闇っていうのは相当あるんだなっていうふうにも感じましたね。まあたださっき言いましたけれども、そのお見合いっていうあのマッチングアプリに関しては大会者のインタビューをきちっとしてますから、どんどん改良されるって考えたら、やっぱりまともですね。まともな会社だと思います。だからやる価値はあるなっていうふうに感じましたね。私はちょっと今回合わなかったですけれども、まあ私の場合はまあ運が悪かったっていうのと、あと年齢が年齢ですからね、なかなか厳しいっていうのはあると思います。まあ女性は大丈夫ですからね、コメントくれてるピヨコさんっていらっしゃるんですけれども、YouTube やられてて、私見てるんですよ。コメントには書いてないんですけど、その方の。まあ見てるんですけれども、その方が最新版で、マッチングアプリのことを8日前、の動画だったかな。それで話されてたんですよね。年齢関係あるのかしらとか。で、女性はですね、年齢気にしないでいいと思いますよ。本当。男も当然年齢気にしないでいいと思いますよ。その年齢に合った人っていうのが必ずいっぱいいますから、だから、とりあえず登録したらいいのになと思ったんですよね。そのピヨコさん私と同じ53歳ですから、まあマッチングアプリを通さないとっていうかどうかしいんですけれども、なかなかやっぱ人との出会いって少ないと思うんですよね。だからまあマッチングアプリ登録して、まあ堂々とやられたらいいのになと思ったんですけどね。まあ躊躇する気持ちはめちゃめちゃわかりますよ。私も躊躇しましたからね。それで次です。次、登録してますね。新たに登録しました。ただですね、多分、私、今日一日で辞めるかもしれないですね。で、っていうのもですね、やはりですね、その福岡で検索してるんですけれども、お見合いで登録してた人と、私が新たにやったところ、結構被ってんですよ。だからこれちょっとなって思ったのと、あと、私が次にやったところは、顔写真が結構少ないですね。人形だったり、家だったり、そう、こういう風景だったり、で、猫、犬、そういうのが多いので、いや、これダメかな、と思うのと同時に、あと仮にですね、福岡で、まあ、40歳から50歳っていうことでちょっとやってみたんですけど、本当はもうちょっと、45から、まあ、40から55ぐらいまで、広げても全く問題ないんですけど、どういう状況か見るために、40、50から50の間で、その、子供がいないっていうのでやってみたんですよ。私、子供いても関係ないんですけど、子供いない人どれぐらいいるかなと思ったら、めちゃめちゃ少なかったんですよ、そのサイト。だから、思ったのがですね、いろいろ条件を仮につけていったとしたら、該当する人が、本当変な話、1日で、見ることができるような人数しかいないんですよね。それも福岡と近隣っていう形でやりましたからね。だから、あ、これダメだと思いましたね。やっぱりマッチングアプリ人数が全てですから、登録人数。そういう意味ではですね、お見合いっていうあのサイトは、マッチングアプリは、1日で見ることができないぐらい人多かったんですよ、福岡でも。めちゃめちゃ多いんですよね。で、それを考えたらもうちょっとこれはダメだなって。お見合いでもダメだったのに、次私が今登録したので、うまくいくわけないわと思って、で、まあこれ1日でやめようかなと思ってます。で、ただ、その新たに登録した人も、何人かというか見たことない人も当然いっぱいいますから、その方々のプロフィールとか見て、いいなと思う人はちょっと押していこうかなと思ってますね。で、大体ですね、いいねが来て見て、開いて、あ、この人いいわと思ったらすぐ、
いいねを返すんですよ。だからカップルできるんで、そうじゃなかったら基本的にもうダメなんですよね。だからこれ今日夜ぐらいまでに、まあライブ配信の前ぐらいまでにいいと思った人バーッと押して、でライブ配信終わった頃に見て、そのカップルになってなかったらもうそのサイトはもう、ま、あのマッチングアプリやめようと思ってますね。もうダラダラやめます。それでもうスパッと 3,4 ヶ月マッチングアプリの活動はやめようと思いますね。仕事ですから、もう仕事みたいなもんですから、とりあえず休息ですね、人が入れ替わりますしね、 3,4 ヶ月したらある程度は、だからそれも考えてちょっとやめようかなと思ってますね。まあ本日は以上です。マッチングアプリ楽しいですよ。で、どんな人と出会えるか分かりませんし、で、可能性は、どんな人にでもありますから、どういう年齢の人でもありますので、やる価値は本当にあると思いますね。まあ、マッチングアプリネタはまあ、このあたりで、多分当分も出ないと思いますけど、まあ、よろしくお願いします。じゃあ、すいません。失礼します。